Just do it!皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、久しぶりにまあまあうまくできたと思います。これなんだかわかるでしょうか？実はこれ、このアクションカムのカメラスライダーです。市販品のカメラスライダーを買おうと思うと値段が数万円単位で結構高いんで、ちょっと自作してみることにしました。僕も YouTube 始めてみたんで、これで綺麗な映像が撮れればいいなと思っています。最近はこういうアクションカムでもインターバル撮影といって、またはタイムラプスとも言うんですけど、何秒間に1回だけ映像をコマ撮りして、それを再生すると映像が早送りで綺麗に撮れるっていうのがあります。タイムラプスとこのカメラスライダーを使うとこういう映像になります。このようにカメラスライダーを使うと、ちょっと凝った映像を撮ることができます。前置きが長くなってしまいましたけど、詳しく今回作った自作スライダーについてご説明していきたいと思います。まずこちらにステッピングモーターっていうのがあるんですけど、このステッピングモーターっていうのはとてもゆっくり回すことができるモーターです。詳しくは以前の動画でご紹介していますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよろしかったら見てみてください。とってもゆっくり回るモーターなんですけど、このカメラを乗せる台があるんですけど、これを糸でゆっくり巻き取るような仕組みになっています。巻き取る速度はこちらのボリュームで調整できます。一番ゆっくりにすると計算してみますと、だいたい1分で4ミリぐらいですね。なのでこちらスライド量が100ミリなんですけど、だいたい25分間ぐらい撮れることになります。この中にはステッピングモーターを動かすための回路が入っています。こちらの電気回路についても以前の動画で詳しくご紹介していますので、もしよかったら見てみてください。電源は 9V の箱型電池を使っています。なお消費電力はものすごく少ないので、 9V の電池でも何時間も持ちます。で、こちらがスイッチになりまして、こちらのスイッチを押すと、ステッピングモーターが巻き取りを開始します。今かなりゆっくりにしているんで、ほとんどわからないと思うんで、巻き取り速度を上げてみます。このように、こちらのボリュームを調整することで、巻き取り速度を変えることができます。戻すときは電源を落としてからまた引っ張れば戻ります。マックスの速さだとかなり速いんで、このように一瞬で巻き取ってしまいます。このカメラの取り付け台には4分の1インチのネジが入ってます。で、こちらのカメラによくついている三脚台の取り付けネジに取り付けられます。これ糸で巻き取るんですけど、この糸は釣り用の PE ラインを使っています。 PE はほとんど伸びがないのでスムーズに引っ張れると思います。ただこの引っ張るっていう性質上、こう斜めにすると勝手に動いてしまいます。
水平を保つか、わずかに下げて使う必要があります。大概の三脚って、水平とか上下左右っていうのは自由に調整できるんで、そんなに問題はないと思います。あ、ちなみに、この本体も三脚につけるために、こちらに4分の1インチのナットが入ってますんで、先ほどの三脚に取り付けることができます。このスライドする部分なんですけど、PLA が結構硬いプラスチックなんで、こう摩擦係数が低いんですね。こうやって結構摩擦係数が低くて、スライダーとしてはかなりありがたいです。もしどうしても動きが悪かったら、ここにグリスを塗ったりする手もあります。今回のカメラスライダーはいくつかまだ欠点は見つかってるんですけど、全体的には結構うまくできたと思います。ただ問題は、今ちょっと天気が悪くて、外での映像がちょっと撮れてないんで、天気が良くて外で綺麗な映像が撮れたら、改良ポイントと合わせてまたご紹介したいと思います。